皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 IWAVE 松阪です。さて、私は普段上下水道総務課で勤務していますが、今回は私の所属課からこちらの新たなマンホールカードの制作配布のお知らせです。今回制作したのは松阪市のブランド大使で児童文学作家村上椎子さんの著書変な友達マンホー君に登場するマンホー君と松阪市のマスコットキャラクターチャチャモのコラボレーションカードです。配布は12月14日土曜日から開始しています。配布場所は年末年始の4日間の休館日を除き、魚町の豪商の町松阪観光交流センターです。1人につき1枚配布します。郵送や予約等は受け付けていません。マンホールカードは今回が第2弾ですが、こちらの第1弾もこれまでに5000枚以上ご来館の方にお渡ししています。詳しくは市のホームページでご確認ください。マンホー君やチャチャムのファンの方などぜひお越しくださいね。それでは今回のラインナップです。科学技術系人材を育成するための取り組み SSH の成果発表会が松阪高校で行われました。松阪市文化財センターで松阪工業高校の繊維デザイン科の卒業制作展が開かれています。旗殿小学校で松阪花勝負ライオンズクラブによる薬物乱用防止教室が行われました。資産税課から焼却資産の申告についてお知らせします。